ジェラート。オムライスとジェラート。グフォって書いてある。グフォ。本当だね。低温殺菌にこだわり、店内の奥でミックスから製造だって。もうどれがいいかな。あ、そう、種類あるやん。そう。え、なんて書いてある？何？英語で書いてあるね。ラズベリー。まあ中で選びましょうか。このクリームソーダ美味しそうじゃないですか。まあお気にする。ミルコはまずベースがミルコはヘーゼルナッツ。まあ、ベンチやるの？じゃあ私ヘーゼルナッツにしよう。いやでも、青いやつか。あ、この店が何もないようなんですね。実は普通のアイスクリームにして。うん。桃をしてるね。桃のアフォガード。クリームソーダ。ナッツ。ナッツベリー。茶色いパウダーがかかってる。ミルクにクラッシュクッキーとラズベリークリスピー。パリパリチョコレートと生チョコソースがあるんだって。なるほど。どっちがいいかな。それはパリチョコや。あ、これパリチョコにしよう。クッキーを用意って感じかな。乗ってますね。クリーム、パリチョコ。パリチョコ？わからん。パリチョコじゃない。こちら。だってさ、こんな乗ってる。袋が、うん。いいよ。ちょっと待って、まずこれ、なんかお花が乗ってる。どこ？トッピングだって。タピオカボトルトッピング。本当に？さっき飲んでたよ。